きながら歌うので、いつもと違う感じで、若干緊張感は高まってるんですけども、今日は楽しんでいきたいと思います。それでは聴いてください。1曲目いきます。フリー聴いてください。名字が3つで、名前がマキということに、していてください。よろしくお願いします。次の曲に早速参りたいと思います。エヴァという曲を、ウェディングソングなんですけども、私が、兄弟が結婚するときに書いて、実際に披露宴でも歌わせていただいた曲です。エヴァ、聴いてください。
その優しさが
優しさも